どうも、ウエストランド井口です。ウエストランド井口のマインクラフト動画イグクラ始まりました。よろしくお願いしまーす。前回の続きです。前回はね、バグ終わりで最後呪われた声になって終わっちゃいまして申し訳なかったですね。なんかバグると、声が急に低くなって呪われたような感じになるんですけど、まあこうやって寝起きで撮っててもまあ、半分呪われたような声なんで、あんまり境目はわかんないかもしんないですけどね。普通に喋ってるというか、ネタとかやってる時に比べて全然、低い声になってると思いますから。まあまあ、バグらないことを祈りつつやりましょう。って言いたいんですけど、一回撮ったらまたバグっちゃって、撮れなかったんですよね。もう最近、こう、一発目では全く撮れなく、なってきてるんで、本当にちょっともう鬱陶しいし考えなきゃっていう感じですね。スイッチとかパソコンとかね、プレステ4とかやっぱり改めて欲しくはなりますね。こういうストレスがなくなると思えば。で、続きなんですけど、この和風建築をやってて、あっちに塀を作ってて、とりあえずぐるりと一周したんですよ。上はまだやってないですけどね。で、ぐるりと一周やってから気づいたんですけど、なんかすげえ狭えなと思って、なんか結構、奥にあるからでかいやつにしようみたいなこと言ってたんですけど、もう無計画にやりすぎて、やっぱ塀を作るのがやっぱ大変だからか、すごい狭さだったんで、ちょっとこりゃいかんということで、作り直そうかな、と、思ってます。で、作り直すにももうギリギリいっぱいまで塀を作ってたんで、もう広げました。ずっと配信を見てたりした人はね、わかるかもしれませんけど、ここら辺を全部埋め立てました。この辺海だったんですけど、海だか池だかわかんないけど、頑張って土を埋めました。さらにこっちの後ろ、こっちはもうなんか木とか山とかあったんですけど、切り出して広くしました。本当はもっと広くしていきたいんですけど、まあ、こんくらいかな、こんくらいでとりあえずいいかなという感じで。なので、ここぶち壊して、広くしていきます。もったいないですけどね。無計画にやった、バチが当たったというかね。せっかくならちょっと広めにしたいんで、まあこれでも、大した広さにはならなそうなんですけどね、結局。まあまあやりましょう。まあいいでしょう。塀がある家ということでね。で、これをこう崩してたら、前回バグっちゃったんで怖いんですけど、いけるかな。ああ、せっかくやったのにな。いけるかな。よし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 。しょうがないですね。でもなんか、マイクラの方の、チャンネル登録も増えてきてはいるみたいなね。こっちも壊します。ありがたいですね。やっぱね、YouTube やる芸人、若手とかでも増えてますけど、本当に自分が普段やってることをやるのが一番だと思いますね。その無理になんか、YouTube でなんかやってやろうってやっても絶対続かないんで、それはありますよね。そのひろしさんのキャンプの動画とかも、もともとただ思い出作りのために、みんなといった思い出のために YouTube をに作ってたら、それが今ではね大人気になったりとか、まあ要はそういうことですからね。こっち側は残したいと思います。これもったいないから取らないとな。で、そうか、雪ブロックはこれじゃないと壊せないから、あ、ちょっと怖いな、耐久力が。これ取れるよな。よし。荷物的にどうだ？大丈夫か。どうやっていくのが一番早いだろう。土から取っていくか。あ、そうか、内側もあんのか。
ぐるりとやっちゃいましたからね、内側も。そうやるまで気づかなかったっていうね。見てくださいよ、狭いですよ、ちょっと。これじゃただのしょぼい家になっちゃうんで、まあ、作り変える作業を見せることもないんですけどね。まあ一応やりましょう。ああ、よいしょよいしょ。鳥とかがくつろいでるな。今度ゲーム、実況やってる芸人若手でなんかライブみたいなのがあって、それに呼んでもらったんで、何か特別なことがない限りは、出させてもらえるとは思うんで、そこでなんかマイクラとかもやりたいですし、なんか他のゲームを持ってきてって言ってたんですけど、多分みんなスイッチとかそういうやつなんで、僕が持ってるのは 3DS だけなんでね。それはダメなのかな、やっぱ使えないかな。こっち側も崩していきます。今日は崩していくだけの動画になりそうですね。よいしょ。下からやっていこうがいいか、どうだ。崩しきれるとこまでできるかな。なかなかないですよね、ミスしたものをただ崩していくだけの配信も。くそくそ。よいしょよいしょ。やっぱり整地は大事ですね。広くしとかないとね、やっぱ大きい建築ができないですよ。で、どうしていいんだ。あ、じゃこれ、ちょっとなくなってきたな。ここは残しといていいから。ん？よし。取りこぼしてるのある。よし、ちょっとこれ取っちゃおう。使うんでね、これはもっと大量に。雪の部分をじゃあやっていきたいと思います。まあ、雪って言うと雪に見えるけどね。雪って言わなきゃ、普通に白い壁に見えるんで。あー、サクサクいけるからいいわ。ん？ここまでやんなくていいの？ここまでか。柔らかいなぁ。持てる？まだまだ。まだいけるな。よし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 。ここまでか。ん？ここもか。こう？まあ、後で修正してきゃいいか。よし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 。なんかさっき撮り始めて一回バグったんで、わあ！うわあ！めんどくさいな。再起動したら、だいぶ良くなりましたね。やっぱそういうの大事なのかな。おっと、予想見してたら、シャーベルの耐久がなくなってきた。これはちょっとね、また直さなきゃな。経験値使うんだよな、いっぱい。ここもかな。わっ！もう。まあ、ってこの辺直せるからいいけど。よいしょ。崩すとこまでできそうだな。はい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 。気持ちいいですね。これほどまで中身のないね、配信もないと思いますけど。まあ、それもそれでいいでしょう。みんなマイクラやり始めたりしてくれてますかね。よいしょ。
ああ、本当もうギリギリだ。急に壊れないよな、まだあるよね。エンチャントがついてるんでね、これに、どうやって直すのが一番いいんだろうな。ダイヤの、ツルハシじゃねえ、シャベルをもう一回作って、それと合わせる、金床でやるとね、復活するんで、それが一番いいのかな。エンチャントついてるから楽だな。よし、おーっと、夜か。あんまり暗くなるまでやってるとね、クリーパーとか湧いて、関係ないところに破壊されたらもう嫌なんでね。全部壊してある程度、これくらいだよっていうところを敷き詰めるところぐらいまではできるかな。寝よう。おお、急に寝た。おやすみなさい。急に寝たな。よいしょ。わあ、シャベル直さなきゃほんと怖いな。斧も、修繕がついてるやつじゃないんでね。ちょっとね、この中に家を、まあ家はそんなもんでかくなくてもいいとは思うんですけど、なんかちょっとした庭とかついてたらいいなと思ったんで、なるべく広い方がいいなと思って。あ、びっくりした。これでいいのか。ん？これでいいんで、ああ、いいよな。びっくりした。普通の石を、取るとき、ん？なんだこれ。バグってるな。シルクタッチがついてるかどうかで、なんで、取れる石が変わるじゃないですか。普通の洞窟とかのブランチマイニングのとき、普通のツルハシで取ると丸石になって、エンチャント付きで取るとそのまま石になるんで、あれ今これ石になっちゃってるかなと思ったんですけど大丈夫ですね。丸石をシルクタッチで取ってるんでそれは丸石になりますね。よし、なんか多少バグってるけど、よしよしよし、全部取れました。よし、こっから再スタートだ。どれくらい広くするかだけをちょっとやって終わりましょうかね。うん、よし。じゃあこれで丸石で、ちょっとまだまだいくぞ。どうしようかな、どの辺までしようかな。この辺ぐらいかな、とりあえず。こっちはだいぶ広くしたからな。よし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 。おっと、しかなくなった。よし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 。まだ。よし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 。どんくらい？こんくらいか。ちょっとこっちからやり始めるか。広くなったな、これはさすがに。まあ、それほどでもないのかな、塀作っちゃうと。このギリギリぐらいまでいくか。こんくらいまでしよう。丸石がない。丸石。ん？これか。これ中に入れてきたかな？入れてきてないかな？入れてきてる。よいしょ。もうちょっとね。よし、はい。はい、できました。
はい、このくらいの広さにします。だいぶ変わりましたね。おそらく前がこの土になってるとこだから、うん、かなり広くなったと思います。頑張ってこの塀を、作っていきたいと思います。まあ、作るとこまではパッとやっちゃって、そこはね配信とかなく、自力でやっておきたいと思います。おそらく次までに。でちょっと壮大な塀を作っていきたいと思います。今回はこういう感じで、うん、新しく作るために崩す作業を見ていただきました。相変わらず羊が邪魔をしてますが、最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。